グランドランドはドイツの自動車メーカーオペルが販売している C セグメントクロスオーバー SUV である。2015年に販売を終了しているアンタラの事実上の後継車種となる。2021年の改良前まではグランドランド X を名乗っていた。2016年11月17日、オペルは C セグメントクロスオーバーの社名をグランドランド X とすることを発表。 2017年4月19日に概要が発表された。正式公開は9月のフランクフルトモーターショーとなる。グランドランド X は、モッカ X、クロスランド X に続く、X ファミリーの第3の車種であり、クロスランド X に続いて2012年に、グループ PSA と結んだ、業務提携に基づいて生まれた車種である。プラットフォームは、プジョ3008。 DS7 クロスバック、シトル NC5 エアクロスなどと共通の PSA の e m p にプラットフォームを使用し、生産は PSA の工場で行われる見込みである。ドイツ向けの使用は1.2リットル3、気筒直噴ターボ、1.6リットル4、気筒直噴ターボ、2.0リットル4気筒ディーゼル、1.5リットル、4気筒ディーゼルの4種類。 トランスミッションは8速 AT を組み合わせるが、一部のモデルでは6速 MT も選択できる。2019年5月、プラグインハイブリッド車のグランドランド X ハイブリッド4を発表。駆動方式はガソリンモデルと異なり、4輪駆動となる。パワートレインは1.6リットルガソリンターボエンジンに2機のモーターを組み合わせ、300PS を発揮する。 13.2kWh のリチウムイオンバッテリーを搭載し EV 航続距離は 50km、燃費性能は 45.5kmL を達成した。2021年7月、オペルの新デザイン言語であるオープルバイザを採用してフェイスリフト。社名から X が取れ、単にグランドランドと名乗るようになった。2021年夏に日本市場で オペルブランドを再展開する際に導入が予定されている。ありがとうございます。